旅プロカモチャンネル。このチャンネルでは、日本全国の鉄道と空港すべてを制覇した私なりの JAL ステータス修行の楽しみ方について話をしています。今回の内容はこちらになります。今回は111本目から114本目です。機械空港から奄美空港、徳之島空港、沖永良部空港を通って那覇空港までの4本になります。テーマとしてはアイランドホッピングということです。よろしくお願いいたします。前回は機械空港に着いた話で、機械空港で待ち時間が1時間ほどありましたので、空港周辺を散策して、空港へ戻ってきたところのまでになります。で、空港前のところに20分くらい前に、戻ってきて、そのまま手荷物検査、手荷物検査はないんですけども、保安検査をして中入って乗り込めば十分かなというふうに思ったんですけども、まだこの時点で荷物検査の長い列ができていて、一向に進んでいかないので、おかしいなと思っていましたら、どうもその預けてる荷物の中から壊れ物とか、あとカメラのバッテリーとか、そういったものが続々と見つかって、その持ち主の人に呼び出しがかかったりとかっていうことで、すごくわちゃわちゃしてる感じがあります。で、話とかも聞いてみると、どうやら地元の、団体ツアーが入ってる感じで、ご年配の方ばかりですので、受け答えとかも要領を得ない感じで、なかなか進んでいかないと。いや、もうこれは待つしかないなと、もう、文句言ったところでどうにもなりませんので、とりあえず待つしかないかなというふうな、諦め気分でいました。で、もうどのみちこの飛行機にこの後延々と乗り続けることが分かっていたので、そこのところは、いわゆるおとなしくしてたと。もう時の流れに任せるしかないかなという、そんな感じでありました。もともとプランニングをした時点で、当然その飛行機の運用がどういうふうになってるかっていうのは、なんとなく読むことができます。特に、例えば、なんていうかな、曜日が決まっている飛行機とかもあったりするんですけども、その条件が全部同じような飛行機っていうのはやっぱりあるわけですので、そうすると、この飛行機っていうのは朝、どこの空港を出発して、で、どの空港を巡って、それで、元に戻ったりとか、あとは別の空港で1日が終わったりとかするわけですけども、そういう運用っていうのも時刻表から読むことができます。で、今回のこれについては、奄美大島を起点として、で、喜界島を往復してきてから、で、その後、徳之島、沖永良部島、で、那覇へ戻って、で、那覇からまた逆ルートを通ってっていう、そういうような、一日の運用っていうのが、実は読めていたので、ここから、ずっと同じ飛行機で、実は最後、この話の最後である那覇空港まで行くっていうのが、ほぼ予想できていましたので、どんだけ遅れたとしても、その遅れを引きずったまま行くっていうだけの話なので、乗り遅れをするとか、そういう心配っていうのは、この時点ではなかったです。で、結局20分ほど遅れて出発と。いうことになります。で、しかもこの飛行機は満席でしたので、全員が揃うまで時間もかかりますし、とにかく団体さんが先頭だったので、荷物、もうほんと定刻過ぎてからやっと荷物の預けがもう再開して、で、皆さん保安検査を始まるというような感じでしたので、ちょっと大変ではありました。で、そこから奄美空港へ急いで向かうという感じになります。
位置的に言いますと、喜界島の、まあ、この西側のところに空港がありまして、で、奄美大島の場合は、この島の東、一番北側のこの東側のところの突き出したところに空港があります。ですので、空港と空港の間っていうのは横の距離すごく短いです。で、風がまあ東側から吹いていますので、喜界島を飛び立っていきまして、まあ、東方向へ飛んで、で、すぐに旋回をしまして、で、まあ、西、西南西ぐらいの方向に飛んでいきまして、で、島が近づいてくると、方向を変えて、で、空港へと向かって、まあ、いわゆる南側の方から着陸するというような感じになっていきます。まあ、ではまず、喜界空港を後にしていきまして、で、飛び立っていきます。で、離陸してからすぐに、これも左旋回をしているところです。まあ、空港がここに見えます。で、まあ、どんどん島から離れていきまして、で、もうものの数分もしないうちに、もう奄美大島の大きな島の影が見えてきます。で、もうどんどん島に近づいてきまして、で、この辺りから東、まあ、北東方向に進路を変えていきます。ちょうど潮が引いてる頃だと思うんですけども、まあ、海の、まあ、海底の方の様子までしっかり見ることができました。まあ、結構遠浅なんだなというのがこれ見てわかります。で、空港へと着陸をしてきました。まあ、奄美空港は非常にというかそこそこ大きな空港になります。まあ、ここもやはり奄美諸島に向けての基地、重要な基地になりますので、ここから各島へ飛ぶ飛行機が結構あります。まあ、このアイランドホッピングやりますと、飛行時間が結構30分に満たない区間とかもありますので、本数を稼ぐには結構いい感じであります。で、まあ、ダイヤもさっき言ったように、もう島へ飛んで降りて飛んで降りての繰り返しになりますので、一本の飛行機で動いていくので、まあ、結構自然に回数も稼げますし、効率もいいかなと思います。ただ、まあ、ずっと乗ってますと、当然、客室乗務員の方は一人だけですので、まあ、確実に顔も覚えられたりします。まあ、声かけてくれる可能性とかも出てきますので、まあ、修行僧の人によってはそれが楽しみだっていう人もいますし、恥ずかしいと思う方もいらっしゃいます。まあ、自分はまあちょっと後者の方かなと思いました。で、まあ、結局25分遅れだったので、なかなかこの遅れを取り戻すことができないと。まあ、ちょっとここが難儀したところでありました。で、もうこんな風に見えるんですけども、まあ、ターミナルまではバスでの移動という話になりました。で、まあ、満員のお客さんを乗せて到着口に着きますと、徳之島へ行く方はこのまま乗っていってくださいという話です。で、まあ、そのまま待ちますと、5人ぐらい残ったんですけども、そうすると乗り換え口のところで降りてくださいということで、まあ、到着口と乗り換え口と分けての搭乗ということになりました。で、まあ、そこから乗り換えていきますと、ちょうど搭乗口のところに出ると。要は保安検査を再度することなく、こちらに乗ることができました。まあ、常にだいぶ遅れていますので、少しでもそのダイヤの乱れを取り返さなければいけないという感じになります。
で、保安検査場のとこじゃなくて、搭乗口のところへ行きますと、一応10分遅れでのスタートということでしたけども、実際は20分遅れが解消できないままの出発というふうになります。ということで、奄美空港については外からの写真をもう一回撮ろうと思ったんですけど、これは撮れませんでしたと。まあ、そんな感じで出発をしていきます。まあ、コロコは奄美空港でいくつか、まあ、やっぱお土産とかのを調べたりはしていきました。で、再び、まあ、滑走路のところへ出て飛び立っていきます。まあ、島も大きいですので、これはもう島の反対側の方へ抜けた感じですね。北側の方へ出て、それで、まあ、南西方向へと向かっていきます。まあ、だんだん飛んでいくうちに、よいしょよいしょ。結構大きな島になりますので、どんなルートになるかっていうのはなかなか分かりにくかったです。まあ、途中雲も入っていたので、どこら辺飛んでるのかなという感じではあったんですけども。途中でこんな感じで島が見えてきましたので、これが多分島で言うと、この請島のあたりかな。ちょうどこの部分かと思うんですけども、まあ、このあたりを逆側から見る感じで通過をしていきました。で、そうしてしばらくすると徳之島が見えてきます。まあ、位置的にはこんな感じになります。ですので、島の結局はぐるっと回って、で、島を一回横断するような感じで、で、それでこう通りまして、で、徳之島へ向かうという感じです。で、空港自体は徳之島はですね、左の一番西側のところにありますので、途中から反時計回りに島の北側を回るような感じで向かっていきます。ですので、まあ、意外に遠回りをしているかなという雰囲気があります。これが今島の一番北側のところを回っているところです。どこら辺にあるんだろうなって正直わからなかったんですけど、これでやっと空港が島の突き出したところに見えてきました。で、まあ、ここでもう空港が、ここに滑走路が見えるわけですけども、方向的にはこれだと逆になるので、まあ、一旦また U ターンする形で回ってきまして、これが今回ったところですね。旋回したところですけども、これでぐーっと左旋回して空港へと向かってくるという感じです。ですので、今ので行きますと、まあ、大体この辺りですね。もう本当島の西側のところへ出てターンして、で、こちらの空港へ、今度は南側から北へ向かって着陸するというような感じでありました。で、まあ、無事に徳之島空港へと着陸をしてきます。まあ、ここは、子宝、確か過去に世界最長寿の方がいらっしゃいましたので、それも合わせて子宝空港ということになっているようです。まあ、ここではもう時間、
それほどなかったんですけども、一旦外へ出て写真とかも撮って、で急いで戻ってくるという感じでありました。まあ、ここもいろいろとお菓子とかも充実している感じであります。このジャガドンはちょっと買っていけばよかったかなと今見る限りは思っています。で、まあこの時もやはりまだ10分遅れの出発というアナウンスが出ています。実際に記録を見ていきますと、徳之島自体は9年ぶりで、前回の時の着陸が正直もう記憶の中から抜けていました。で、まあ、20分遅れという感じでスタートをしていきます。ただ、この辺りからちょっと那覇の着陸時間の方が気になりだしてきまして、実はまあ45分待ちで宮古島行きということになっているので、あんまり遅れが広がるとちょっとやばいかなというふうには思いました。まあ、滑走路はここ2000メートルほどありますので、比較的大きめであります。で、まあ、ちょうどお昼ということで、まあ、ご飯を探してみました。まあ、お菓子とかも結構充実をしています。まあ、やはり各島同じような感じで、黒糖だったり、ごまだったり。あと砂糖関係ですね、そういったものが多いかなというところです。まあ、あとウコンとかも出てきていましたね。これはちょっと珍しかったんですけど、キクラゲとかも実は産地だったようです。ということで、まあ、車、飛行機へ乗りまして、で、結局買ったのはこの豚味噌が中に入ったおにぎりですけども、闘牛の島ということでも有名ですので、この闘牛の様子が実は海苔にちょっと書かれているという、まあ、なんか変わった感じのものをいただいてきました。で、まあ、徳之島の空港を飛び立ちまして、やはりこちらもすぐに左旋回をして、で、南へと向かっていきます。で、まあ、島をどん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 遠ざかっていきますと、結構早い時間でこちらの沖永良部島が見えてきました。まあ、地理的に言うとこんな感じになります。まあ、ですので、上がってすぐ左旋回をして、で、まあ、そのままどん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 南へ下がっていく感じでありましたので、まあ、ほぼ一直線というところですかね。で、沖永良部島についても空港は、今度は一番東のところですね。ここのところに空港があります。で、まずは島の北側のところを西に向かって飛んでいきまして、もうここに空港が実は見えています。で、まあ、島の半分ぐらいのところまで来たところで、島をぐっと横断をしていきまして、まあ、島の南側へと出ていきます。まあ、ちょうどこれがほぼ真ん中ぐらいから撮った場所です。で、東側に出まして、で、これで空港の方向へ道を変えていきます。まあ、この島もサンゴ礁が隆起しているところで、で、ここは洞窟が非常に有名な島であります。ですので、川がほとんど見られなくて、で、まあ、地下のところに水が溜まっていたりとか、いうこともあります。まあ、それもあって洞窟が、有名な洞窟が少なくとも4つあります。
まあ、ただ、なんていうのかな、その洞窟のところに川というか水がたくさんありますので、インストラクターの人について行って、で、水の中を歩いたりとか、まあ、場合によっては泳いだりとかしながらということになりますので、結構レベルは高いかなと思います。まあそういう楽しみ方もできるので、この島は結構自分の中ではお気に入りの島であります。まあ、そんな感じで、本当に海岸線というよりも、もうギリギリまで断崖のような感じになっています。まあ、そんな感じで沖永良部の空港に到着をしました。はい。まあ、通称として永良部百合の島空港という名前がついています。で、まあ、ここも同じように着きましたら歩いて移動ということになります。まあ、ここまでもだいたい5割、6割ぐらいお客様がいる感じですかね。まあ、そこそこの人がいます。5割、6割じゃない、6割から8割ぐらいの搭乗率になっています。まあ、実際到着までは30分ということだったんですけども、まあ、非常にもうどんどんもう最短距離で行く感じでありましたので、遅れが8分まで縮まってきました。で、まあ、こちらもそれほど大きくはないんですけども、お土産屋さんをちらちらと眺めながら進んでいきます。でも、沖永良部に着いたときには、ほぼ、出発するときには定時運行に戻るような感じでありました。まあ、ここは西郷隆盛のゆかりの地でもありますので、4年前に来たときも、確かそういったところをいくつか眺めていったという記憶があります。で、まあ、再びこんな感じで乗り込んでいきます。この便もかなり搭乗率が良かったです。で、飛び立ちまして、まあ、島を離れていきます。で、これは多分、与論のところかな。与論の百合ヶ浜が、まあ、実際は、見えるか見えないかぐらいの場所にあるんですけども、まあ、もうこの時間帯は沈んでいます。まあ、実際はルート的にはここはもう外れなんですけども、沖永良部を飛び立ちまして、で、回って、で、ちょうど与論の近くを通る感じで、で、これで沖縄本島へと入っていくと。まあ、そんなルートを取っていきました。ちょうどこれがその与論の東側の百合ヶ浜の見えるあたりになります。ちょっと遠目で映しますとこんな感じであります。で、そこからまたちょっと雲の中に入ってしまいまして、で、もうこれはもう空港のもうすぐ目の前のところなんですけども、着陸をしていきました。という感じで、ここまでずっと同じ飛行機で移動をしてくるという感じでしたので、まあダイヤの遅れとかはそれほど気にはならなかったんですけども、ただ最後の那覇のところまでにどれくらい遅れを回復できるのかっていうのが気がかりではありました。まあ、とりあえずアイランドホッピングやるときにはこういう感じのルート設定っていうのができますので、まあ、楽しみ方としては、そうですね、そのお土産屋さんを眺めたりとかっていうことが一つと、やはり、まあ、窓側の座席を取って、それぞれの島の様子っていうのを見ながらというのが、まあ楽しみになるのかなというふうに思います。
まあ、ただ、やっぱり1日にそうですね、7本、8本乗ってくると、だんだん疲れも出てきますので、まあ、空いてくるっていうのもありますけども、ちょっとそのあたりのところをどのくらいの本数にするか、ただ修行をやるときには一気に片付けたいという気持ちもありますので、そこをどういうふうに選んでいくかっていうのは、まあ、なかなか課題になるのかなというふうに思います。はい。それでは最後にフライト情報をお伝えしていきます。まず111本目の喜界島から奄美大島については、ウルトラサキトクを使いまして4900円になります。で、奄美大島から沖永良部島については、徳之島を乗り継ぎポイントにするという乗り継ぎ割引28を使いました。で、こちらの方がかなり安かったということがあります。まず、奄美大島から徳之島が乗り継ぎ割引28で6400円。で、徳之島から沖永良部島が乗り継ぎ割引28で5300円ということになりました。で、最後の沖永良部から那覇については、ウルトラサキトクで9920円ということになります。まあ、ここのところはよく、まあ、前もウルトラサキトクと乗り継ぎ割引、どっちの方が得になるかっていう話をしたんですけども、組み合わせをいろいくつかやっていく中で、一応このルートかな、この使い方が、この今回のルートを利用する場合には一番安く上がりましたので、まあ、こんな感じにしてみました。やはり、どうしても島と島の間を移動するっていうのは時間が短いんですけど、基本料金が結構するので、まあ、結構高くつくっていうのがあります。ですので、そこをどう抑えるかっていうのがポイントかなと思いました。まあ、鹿児島空港からこの奄美諸島に来る場合とか、あと、まあ、この奄美諸島のところから、あと沖縄、那覇に向かうときとか、この部分は結構もともとが高いので、まあ、それでもまあ、ウルトラサキドクで1万円切るぐらいに抑えられたのは良かったかなと思います。本当、これ季節的なものになりますと、1万5000円とか2万円ぐらいするときがありますので、まあ、場合によってはお金との絡みにもなりますけども、株主優待券を使うとか、あと特典かな、特典航空券を使って利用するとか、まあ、そういう節約の方法も出てくるかと思います。まあ、そのあたりは参考にしてみていただければと思います。